なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記を描いたモザイク画が、ハムフン鉄道局とスンチョン石灰石鉱山、リャンガン道カプサン郡のピョンフン共同農場に建てられ、竣工式が行われました。朝鮮労働党中央委員会政治局委員で、朝鮮民主主義人民共和国国民委員会委員のキム・ジェジョン内閣総理が、人民経済の先行部門の状況を現地で把握しました。キム総理は、平壌火力発電連合企業所を見て、冬の電力生産を正常化するための問題を協議しました。朝鮮青年炭鉱、2月8日竹屯青年炭鉱、インポ青年炭鉱で、キム総理は、石炭の生産に必要な設備と部品を、自分の力と技術で作り出している労働者たちの奮闘ぶりを励ましました。キム総理はまた、三辺製鉄連合企業所の鋼炉職場、鋼鉄職場などを見て、鉄鋼材の生産を活性化するための手配を綿密に行い、科学技術に依拠した貯蔵式の製鉄成功工程を管理することに触れました。現地で開かれた協議会では、関係部門で資材の供給対策を徹底させ、従業員に対する生活物資の供給に大きな力を入れることが強調されました。さらに、キム総理は、鉱山鉄道車両連合企業所の生産の状況を把握し、経営戦略、企業戦略を正しく立てて、貨車の生産を増やすための対策を講じ、チェポ地区の畜産施設と、チェポ軍民発電所の建設現場も見ました。東方軍所在地地区の建設が終盤で進められています。数千戸の住宅と公共施設、200近くの施設をはじめ、全ての対象の仕上げ工事が行われています。道路と歩道、公園区画の緑地の造成、地帯整理なども設計通りに推進されています。また、区画別に配置された10余りのポンプ場と浄水場で、水水と設備の試運転の準備が行われています。第50回芸術家スポーツ大会が8日、平壌のキム・イルソン競技場で行われました。映画部門と舞台部門、教育部門に分けて行われた今大会では、サッカーとバレーボール、テコンドー、相撲、コミックスポーツなどの競技が行われました。朝鮮労働党中央委員会、カトコンホ副委員長と関係者、文化芸術部門の創作家、芸術家、教員学生が競技を観戦しました。大会では舞台部門がランキング第1位になりました。7日、平壌国際文化会館で、全国ポート及び購入祭典が開かれました。美術パトローセンター、マンスレ創作者をはじめ、各美術創作機関の彫刻家と工芸士、各大学と学校の学生、ファンが創作した300点余りの彫刻と工芸品が展示された会場、関係者と祭典に参加した人、市内の観覧者、青少年が訪れました。祭典は21日まで続く予定です。キム・イルソン総合大学歴史学部と社会科学院考古学研究所などの研究チームが南浦市温泉郡東山寺というところで古陵高麗初期の石仏を発掘しました。石仏は白色の花崗岩を加工して作ったもので、仏が殿台に立っている姿を表しています。薬の壺を両手で支えている姿であることから、薬師如来を表しているものとみられます。発掘過程にモミの葉の文様をはじめ、さまざまな文様が刻まれている古陵時代の瓦のかけらや、朝鮮封建王朝時代の瓦のかけら、各種陶器のかけらなど、多くの遺物が出土しました。これとともに、鉄の矢尻2個と、昔の金属貨幣2個、平らな鉄片2個も出土しました。交渉の結果、仏像の比例構造と装束、前代の形などいくつかの特徴に基づいて、孫雲里の石仏が建てられた時代を古陵初期の10世紀初めと推定しています。新中発初期率いる中国共産党遼寧省委員会友好代表団がキム・イルソン主席生誕の地万順で訪れました。一行はまた、平壌外国語大学と新水化粧品工場などを見学しています。
朝鮮労働党平安北道委員会文元独委員長が8日、清水市で金九月初期率いる中国共産党遼寧省委員会友好代表団に会い懇談しました。南朝鮮のインターネットメディア自主時報によりますと、青年層が5日、南朝鮮駐在アメリカ大使の国外退去を求める文をソウルの大統領府国民請願掲示板に載せました。文はアメリカ大使が米軍維持費を引き上げ、日本との協力を強化し、アメリカのインド太平洋戦略の実現に参加することを南朝鮮に強要し、経済問題と南北関係問題にも干渉したと指摘し、大使の国外退去を主張しました。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は新ユンイル大井文室でした。こちらは朝鮮の声放送です。で病気になるのを食い止めて初めて健康な体で幸せな生活を営むことができます。それで朝鮮では予防医学を医療ケアの基本的方法とみなしています。特に衛生防疫部門の人たちが人民の健康増進のために責務を全うしています。勤労者の間で衛生学の知識と常識を広めるための宣伝キャンペーンを張って、町と村を清潔に文化的に聞くようにします。そして、検診と予防接種を定期的に行って、伝染病と疾病の根源をなくし、疾病の予防と治療の対策を徹底的に立てることにより、未病を治しています。分けても、女性と子供への予防対策を徹底させています。また、共和国各地に建てられた製薬工場とコリア工場で効能の高い薬が量産されて、病気の予防と治療に一役買っています。予防医学の本省からの要求に合う優れた住民健康管理制度である医師区域担当制の実施により、誰もが担当医の下で日常的な健康管理と疾病の予防をしています。その住むところなら、山村や子供に至るまでどこにも担当医があります。患者が医師を訪ねるのでなく、担当医が患者を訪ねるのが諸村の現実です。平壌市平壌区域の平壌第一総合診療所の李松喜所長のお話です。이번주에서우리이민들의상담을통해준비는중요하다고합니다。予防治療は人民の健康を保護し増進するとても重要なことです。これからも社会主義保険医療制度の優位性をさらに輝かせるため、予防治療に知恵と情熱の限りを尽くすつもりです。予防医学を優先させている諸国では、罹病率と死亡率は低減し、平均寿命は増える一方です。日本での予防治療、広大市とお話ししました。絶対的基準、2015年8月、朝鮮の最北端に位置した羅村市が例年にない集中豪雨に見舞われ、多大な被害を受けました。敬愛する最高指導者金正恩総書記は、国の最高重大事である国防に関する戦略的問題が協議される朝鮮労働党中央軍事委員会拡大会議で、羅村市の被害の復旧問題を重要議題として一番先に協議するようにし、人民軍が羅村市の被害復旧を全て受け持って短期間に終えることについての最高司令官の命令を下しました。
そしてラスン氏の水害復旧現場を訪れ、軍隊と人民の大団結の威力を改めて誇り示そうと軍人たちを励ましました。その信頼があって軍人たちは1ヶ月の短期間にラスン氏トンボン地区のペクハクドウ地域に1300余りの平屋を建て、その他の地域に周りの風地にマッチした500余りの平屋と低層の住宅を建てました。ラスン氏の被害復旧が終わったという話を聞いた金正恩委員長はまたもや現地に赴き、新築の住宅を先に見て初めて安心できるようで訪ねてきた。今日本当に足取りも軽くここへ来たと言いました。金正恩委員長は住宅を見て、建設の出来具合と引っ越しの支度がどうなっているかつぶさに調べました。そして新築の住宅が元の家より良いか、オンドルはよく温められるのか、給水はどうなのかなどについて詳しく聞き、ここの住民が喜ぶなら私も嬉しい、その甲斐あって革命を行うものだと言いました。長い時間をかけて建設の状況を見聞きした金正恩委員長は、同行した人たちに内部の仕上げ工事を几帳面に行わなければならない、公共施設の工事を質的に行ったかどうかはそれを利用する主人である人民が評価するようにすべきだ、新築の住宅もそこに住む人たちが良いと言ってこそ実際によくできたものだと言えると言いました。さらに、我々はいつどこで何をするにしても人民の声に耳を傾けるべきで、それを基準にしなければならないと重ねて念をしました。建物がいくら立派に建てられたといっても、それを利用する人民が良いと言わなければ何の価値もないということ、人民の要求と利益、電撃が全ての活動の絶対的基準であるというのがまさに金正恩委員長の気高い意志です。絶対的基準、広大して話しました。